見ればわかるでしょ。疲れてるの。用がないならほっといてくれる。はいよ。待って、あんたに一つ質問。もし私が旅をやめるって言ったらどう思う？厳しいわね。最初に会った時のあんたはもっと厳しかった。それもそうね。勝手にしろなんて言われて旅をやめるのも尺ね。ユーナに会ったら伝えてちょうだい。私はこれからもユーナのライバルでいてやるわ。だからあんたもせいぜい頑張りなさいって必ず伝えなさい。いいわね。ユーナを救出してその後はどうする？お前の望みはユーナの身の安全だろう。旅をやめさせるつもりか？当たり前よ。このまま旅を続けりゃユーナは必ず死んじまう。そんなふざけた話があるか！サラダが何だか知らねえが、黙って姪っ子を死なせられんかい！ユーナを助けたら召喚士なんざ即廃業させたら！ユーナの意志に反してもか？死んじまうよりマシだ！文句のあるやつは前に出ろ。叩き出したら！いや、もうえんな。おーし、満場一致だな。おたけ、ユーナを見咲きだ。母さん、ゴヨが、いや、増えねえ。ユーナ、聖ベベル宮、エボンの総本山よ。おっさん、行ってくれ。分かってんのか小僧、ベベルの防衛網は半端じゃねえ。なんだよおっさん、ビビってんのか。そこにユーナがいる。だったら助けに行く。そんだけっすよ。ふかしやがる金のベベルが。ゲンホルメズソタヘニョフアミエ。ベベルまではちょいと時間がかかる。その間に戦闘準備だろ。なんだ、内部からの攻撃です。ホームを襲ったグアドの魔物が潜り込んでいたようですな。何余裕かましやがる。こういう正確なもので。仕方ねえ。こうなったら、船ごと爆破して一気に倒したるわ。うん。親父は手加減ってものを知らないんだから。そんなことされたらユーナ助けに行けないでしょ。魔物は私たちがやっつける。おし、やるっす。ありがとう。ユックさんは良いお友達を見つけましたな。よろしくお願いします。ほう、なかなかの見物だ。うわ、でか！なにあれ？エボン守護竜、エフレイエ。聖ベベル宮を防衛する最強の聖獣よ。最大級の歓迎だ。じゃあ、ベベルは近いってことだな。ユック、聞こえるか？これからあのデカオスと一戦交えるぞ。おめえらを甲板に出て、アンニャロを迎えるぜ。いや、また勝手に決めちゃって。高い船賃だな。近づきすぎるのは危険だ。近づ離れずで戦うから。
わかった、俺が指示する。私もやるよ。デハス、ジョニョルだ、どしたとさ。トミー、イネダもベベルガ。茶番は終わりだ。こんな…見ろ。偽りの花嫁を演じてまで私を異界へ送りたいと。強情な方だ。それでこそ我が花嫁にふさわしい。やめー、この者どもの命、惜しくはないのか。そちの選択が仲間の命運を決める。受け入れるか、見捨てるか、どちらを選ぶのだ。
それで。悪いな、エボンの秩序のためだ。教えに反する武器のようだが、時と場合によるのだよ。やめて！武器を捨てなさい。でないと私、一緒にだろ。大丈夫、私も逃げるから。やめなさい、落ちて助かる高さではない。平気だよ、私は飛べる、信じて。今のはアルベド印の閃光弾。下ろせって、シーモンをぶっ倒してやる。下ろさない、ユーナは逃げろと言った。あの子と合流するのが先。切り抜ける。ユーナどこ行ったんだろう。レベル9は G、 ユーナが目指す場所は一つ、祈り子の部屋か。静かすぎるわね。罠。罠でも関係ない。ユーナが待ってんだ。お？なんでジーンに機械があんだよ。だって便利だし。そういう問題じゃねえ。教えはどうなってんだ。教えは。私に言われても困るよ。また機械かよ。これがエボンの本質だ。自らの教えを陰で裏切っている、人をコケにしやがって。ここが試練の入り口ね。ユーナ本当にいるのかな。
行きゃわかる。行きましょう。ユナは多分中だ。多分じゃなくて確かめろよ。おい、今さら起きてもないだろ。召喚士の心と重なり、召喚獣の力を授ける。エボンの秘術で取り出され、像に封じられた人間の魂。あれもまた、哀れな使者だ。ユナ！大臣、お前たちには裁判を受けてもらう。公平な裁きを期待したいものだな。せいぜい祈れ。